ごきげんいかがですか、キメちゃんです。ゆっくりニトリだよ。今回はボーイフレンドプーデスを考察します。今画面に映ってる職種みたいなのは一体。ルートは3つですかね。早速遊んでみよう。二日酔いで名前を忘れそう。そう。私の名前はでんでん虫。地元を離れなければならなかったから、この大学に適応するのに苦労してる。かなり。寂しい。私は起き上がってあたりを見回した。サイドテーブルに置いてあったチラシを見た。人が集まりそうな場所がいくつかあるわね。クラブとバーとラウンジのチラシかな？これでルートが決まりそうですね。どこに行こうか？すべてのルートを見るつもりではありますが、主人公は二日酔いのようですし落ち着けるラウンジに行きましょう。多分今夜は飲まないし、このラウンジで音楽を聴こう。ここに行くなら上品に着飾った方がいいわね。目立ちたくないわ。ラウンジに足を踏み入れると、ステージで歌っている美しい女性とパトロンたちが見えた。空いているテーブルを見つけ座った。背中に視線を感じたけど、視線がどこから来ているかわからない。こんばんは。耳元で男の声が聞こえ、椅子から落ちそうになった。こんばんは。近くにいたハンサムな男の方を向いて、震える息を吐いた。何をしに来たの？彼は知り合いじゃない。音楽を楽しんでるかい？うん、とてもいいわ。おっと失礼。自己紹介を忘れてた。俺の名前はリールだ。あんたは？どう自己紹介するかだね。上と真ん中の違いがわからず試しに真ん中を選んでみましたが、主人公が名前を大声で言い始めました。多分名乗り上げのような感じなんだね。下の選択肢はかしこまった感じですし、上の普通の挨拶にしましょう。なんて可愛い名前なんだ。手に持っている飲み物を楽しんでいるリールを見た。彼には他の男性と違う何かがあった。何か面白いものでも見つけたかい？私は思考から抜け出し、リールを見た。ああ、ごめんなさい。じろじろ見るつもりはなかったの。心配しないでくれ、さっきのは冗談だ。今夜は飲まないのかい？飲まないわ。少なくとも今晩は飲まない。私が優しく笑うと、リールはステージを見た。それはいい。肝臓には限界がある。そうよ、それに私はこれ以上ドキドキしたくないの。リールはにっこりと笑った。言葉選びが面白いな。私は少し赤くなった気がした。私は誰とも付き合ってないわ。心配しないでくれ、誰にも言わない。この辺りの出身なの？いや、違う。そういえば、ホテルの部屋を探さないといけなかった。もう行っちゃうの？私の部屋が空いてるわ、探すのを手伝うわって。警戒心がなさすぎますね。寂しさから来てるんだろうけど、どちらにせよ一緒に過ごすことになりそうだね。まだマシそうなもう行っちゃうの？お選びましょうか。まだ出たくないかい？私はそっとため息をついてたけど元気になった。好きなだけ一緒にいていいわ。私は必死にした唇を噛んだ。そんなことを言われるとは思わなかったな。私の家はラウンジからそう遠くなかった。私が彼に寄りかかると、リールは私の肩にしっかりと腕を回した。どうしてこうなったの？そんなことを考えるべきじゃない。これはいい。いらっしゃい。くつろいで。ドアを開けると、リールが私を壁に押し付けた。彼が私に唇を押し付けたとき、私の唇から息が漏れた。気にしないでくれ。やっぱりこうなったか。選択肢は何をしているの？もっとして、してですね。間違いなく心を開かない方がいいから何をしているの？を選んだんだけど、結局主人公はリールを自分の寝室に案内しちゃうんだよね。そこでリールは服を脱ぐのですが、どういうわけかサングラスを外さないんです。サングラスを取るか取らないか選ぶんだけど、嫌な予感がしたのでサングラスを取るを選びました。そうしたら、リールの目が黄色なことに主人公は気づくよ。そのまま首を絞められて主人公は気を失ってしまいます。昨夜のは夢だったの？ベッドから体を離そうとしても、手首が動かない。私は縛られていた。私は感謝しなければならない。私は聞き覚えのある声に飛び上がった。君はことをとても簡単にしてくれた。なんなの？あなたはここで何をしているの？なんで私は疲れているの？彼を見ていると、呼吸が浅くなる。彼はニヤニヤと笑った。混乱しているようだな。教えてやろう。私は退屈なんだ。リールはより大きな笑みを浮かべて私に寄りかかり、尖った歯をすべて見せた。そして私は君のような矮小な人間を存在に扱うのが好きだ。これは、人間ではありませんね。タイトル画面の職種はそういうこと？おそらくはそうですね。選択肢はなんで私を人間と呼ぶの？どうしろって言うの？あなたは何なのか？人間じゃないとは思いますが、あなたは何なのを選びましょうか。
おめでとう、君は悪魔と出会えた。リールはサングラスをずらして黄色い目を見せた。深呼吸をして唇を噛んだ。矮小な人間を残していかなければならない。リールは私の顔に両手を当ててそっと話した。いい。彼はにやりと笑って姿を消した。リールは私をベッドに置き去りにした。腕をバックボードに押し付けたけど緩まない。次はベッドフレームを押した。そして腕を引っ張った。驚いたことに彼は腕をきつく縛らなかったようだ。罠なの？そう思う部分もあったけど考えている暇もなかった。とにかく階段を駆け下りた。自分を守る何かが必要よ。どこに行けばいい？制限時間。あ、危なかった。これ、高速が緩かったのはわざとだよね。リールは主人公をもてあそび、楽しむつもりでしょう。希望を見せておいて絶望を叩きつける算段だと思われます。自宅が福間殿になるとか笑えないね。とはいえ行動するしかありません。体力か正気度が尽きたらゲームオーバーかな。つまり、リソースに気を使わなければいけません。何かしらのコマンドを実行したら減るだろうからね。それに加えて制限時間あり、これは今回みたいに戻ればなんとかなりますが。今回はとっさのことで戻しちゃったけど、意図的に使いたくはないね。これからは使わないようにしますか。制限時間があるってことは、選択しない選択肢もありそうだよね。こういう状況にした以上、じわじわと追い詰めてくるはずです。冷静に対処しなくちゃね。今回はここまでです。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。バイバイ。